でしょ？でしょ？でしょの声が響きますもん。そう、アーチですもんね。だから音楽堂ですよ。本当です。ね。はい。狙い通りですね。いやー。天井層高いんですよ。普通の宇宙より高いんですよ。いや、全然高いですよ。ね。うん。二重になってるから高いですよ。うん、高いです。全然高い。この針も、僕何度塗ったか分かんない。4度か5度塗ってますよ、これ。そんなに塗ってるんですか？塗ってます。もう、黒黒と、あの、うん、下、柱がどうしても良くて。いぶしたみたいですね。本当でしょう、ね。壇の離れと呼ばれた、この建物。また生まれ変わりました。ピアノの大きさが2メーターに227なので、最初ここにこういう風に置こうと思ってたんですよ。ここまで来ちゃうから無理でしょ。やっぱここかなと思って、ここにもこう置くしかないかな。ああ、なんか真ん中いいですね。ここは死んじゃうんですよ。死んじゃいますよね。完全に。普段ここほらピアノはオープンにしてなかったらここは生きるんですけど、うん、下は完全に死ぬなと思って。うん、といってこの辺に置くのはなんかここがね、うん、あるから。どうでしょう。2m30 だからこんな置き方になっちゃうもんね、うん、やっぱそっちの方がいいよね。こっちの方がいいですね、確かに、うん、思い切ってこっち寄せ。うん、響きいいですよ、ここ。本当ですよね。で、山火。
の木箱はこの辺の真ん中、この辺の木箱、浅田さんの足箱。うん、いいよ、それで。いいよ、大丈夫。Thank you.